松の森は大山部屋初の幕内力士、入幕5場所目で新小結び。照国には初挑戦です。照国は横綱に昇進してちょうど10年です。頭からぶつかりました松の森。照国右の上手、左差し、がぶり寄り松の森。照国残す、右の上手、照国上手投げ、松の森残して下手投げ、寄り切り、寄り切り松の森の勝ち。照国は翌3日目から休場、この場所限りで引退、横綱になって25場所目の引退、年寄荒磯を襲名しました。